結構スピードでくんな。さあトップ争いは 300R からダンロップコーナーへと入っていきます。トップは依然森山哲也、その後ろには鳥羽豊が続いていますかね、そして横田剛、黒ちゃんは今どの位置にいますかね。黒岩忠和ゼッケン96です。カラーリングが目立つカラーリングになっていると言いましたけど、僕ねチェックしに行くことができなかったので、そろそろストレート戻ってきたときに初ご対面に僕はなりますが、さあ今ですね、これプリウスコーナーで1台、マシンをねじ込んで3番手争いが横並びの最終コーナーとなりそうです。